はいはい、カバーチェブクロカッパン長でーす。次はね、アメリカのお話なんですかね。これね、画像を見てね、えって思いません？トランプ大統領がついにね、こんなことを言い出したんですよね。マスクをつけることは愛国的な行為だ。ついにね、トランプ大統領自らがね、マスク着用をアメリカ国民に対して促す緊急事態ですよね、これね。まあさすがにね、このね400万人超えたなんていうのを見て、いやもうこんなことやってる場合じゃねえとさすがに気づいたのかなちょっと遅い気がしますけど、ちょっと内容見ていきましょうかね。トランプ氏一転、マスク着用は愛国的だ。アメリカのトランプ大統領がツイッターでね、マスクつけることは愛国的だと投稿し、これまで否定的だったマスクの着用を呼びかけましたと。トランプ氏は、我々は目に見えない中国ウイルスを倒すため団結している。多くの人がマスクをつけることは愛国的だと言っていると投稿。マスクを着用した自身の画像も掲載し、私以上に愛国的な人物はいないだろうと強調しました。トランプ氏はこれまでマスクの着用を義務化する考えについては否定してきましたが、マスク着用を呼びかけ軌道修正を図った形です。アメリカでの感染者は、この時点ではね、383万人を突破し感染拡大が続いていますと。なるほど。まあこれを見た、じゃあ、世界中の人、ちょっと国籍わかんないんですけどね、アメリカの人以外の人も多分いると思いますけど、ちょっと順番に見ていきましょうかね。トランプがマスク着用問題について、おおむね負けを認める。方針を打ち出すのが遅すぎるけどね。そうっすね、だいぶ遅いっすねで、それに対してね、次の人はね、ふざけんなトランプっつってますねなんだろう、ね、マスク反対でね、ゴリ押ししていた、それに賛同してた人なのかな。で、1週間後には俺が最初にマスクつけ出したとか言ってそうあるかもしれないですね。で、それに対して悲しいけど多分言うだろうな、だってアメリカで、ね、一番最初にマスクをつけて仕事をし始めたのは俺だとかね俺以上にね、要はあの仕事中にマスクが似合う、ね、国のこう代表者っていうのかな、国家元首はいないだろう世界中でとかね、それぐらいのことは言っていいんじゃないですか、で、しかし、面白いことに俺の利用する SNS、ではたった数時間で反マスク運動を擁護してたトランプ信者が頑張って投稿を消したり主張を変えたりしている。なんだろうな。だから矛盾や自分たちが何をすればいいのかわからないんだなと気づかされる。そういう状況なんだ。で、それに対して腹立たしいことだが、これからマスクをつける人が増えそうなだけマシだな。そうっすね。前言撤回とかね、昨日までこうだったのにとかって、そういうツッコミどころは確かにありますけどね。これでなんか一人でもさ、二人でもさ、ね、命が救わ、だってシャレは冗談じゃないですからね。あるいはあのまま突っ走っちゃってたらどんな偉い目にあってたか、もっとひどいことになってた。で、それ考えたらね、今更ですけど、しないよりは全然した方がいいでしょう。で、大統領が目に見えない中国ウイルスや君たちの大きな大統領みたいなフレーズを付け加えるのが未だに信じられないそうね、そう言われるとそうね。で、次の人も同じようなこと言ってますね。自分で君たちの大好きな大統領って言うのかよ、まるで途上国の独裁政権で聞きそうなセリフだって言われちゃってますね。で、次の人、トランプのツイートにしては一貫性があって文法的に正しい、どの側近が書いたんだろうって言ってますもうマスクと関係ないところでやんややんやですね。こんな世界線は大嫌いだとか、漫画の悪役が大統領になってるなら俺たちの命運も決まったなとか、トランプ未満の愛国心になる方が難しいかもしれないとか、全く本当に未だに中国ウイルス呼ばわりしてるのかよ。あ、これはなんか珍しいですね。もうアメリカではそういう解釈じゃないのかな、どうなんだろう。それでも中国系の人が書いたのかな。で、次の人、トップが問題ありすぎるとかね、全く信じられないな、これが本当にアメリカ合衆国大統領のツイートなのかよとか、行動がインターネットエクスプローラーより遅いわえらい言われようですね。で、スーパーで暴れた例の女性みたいなやつを説得できそうな点だけは良かった。そうっすね。あれでしょ、マスクしてない人に、入店お断りっつったらね、
この民主党めがみたいな、民主党の犬めがみたいな感じでこうねわめき散らしていた。つまりこのトランプ大統領支持派の人だから、うん、こういう人たちには確かに効くかもしれないですよね、こういうのはね。で次の人は、君たちの大好きな大統領って本気で書いたんだろうか。あ、また同じこと言われてるね。で次の人、とはいえお前らがこの人に投票したんだぞ。そうっすね。で、何もしないよりはまだ遅い行動の方がマシだと思われる。まあやんないよりはやった方がいいですからね。うん。で、自分は期待値がかなり低いから、この人のおかげでみんながマスクつけるようになるんだったらそれはそれで嬉しいよ。まあトランプ大統領ね、彼の支持者には実はこういうのが一番効くのかもしれないですけどね。うん、やんないよりはやった方がいいですよ。遅えなとは思いますけども、うん、まあでもトランプ大統領のね、これまでの発言とか行動をこう見るとね、まあ、これはこれでね、いいんじゃないですか、うん、頑張れアメリカとだけ一応言っときますけどもね、うん、まあね、うん、昔はいざ知らず、これからもね一応大国としてナンバーワンとしてね頑張ってほしいなっていう気持ちが全くないわけじゃないんでね、うん、なんかこう民主主義以外の国がね覇権を取る世界なんてちょっと想像したくもないんでね、うん、まあだからいっそのことね、なんかこうアイアンマンスーツみたいのをこうつけてね、マスクもつけてるね、そんな姿をちょっと披露してくれたらね、ちょっとねファン増えたんじゃないかなって思うんですけどね。まあ、黒いマスクをね、こうみんなで、側近たちも含めてみんなでつけてる、画像もね、これはこれでね、おっていう感じにはなるんですけどね。うん。まあ今後の選挙戦のことを考えると、そうだな、高齢でね、なんかの間違いでね、中国大好きな感じのバイデンさん VS、やっぱマスクした方がいい気がしたっていうトランプ氏ね、大統領選挙、ちょっと楽しみになってきましたよね。でもこれはこれでね、トランプ支持派の人たちはね、あ、そうなんだ、じゃあ急いでマスクしなきゃってね、追従する人もいるだろうけど、これでもこれこんなことしちゃったら逆に反トランプ派の人たちはなんか反抗したりするのかな。それまでマスクしてたのに、うっ、トランプのやつらがね、トランプのやつがマスクしたから俺死ねみたいな、そういう動きとか出てきちゃったらもういよいよですけどね。うーん、でもなんか途中になんかね、コロナは中国の武漢で発生した中国ウイルス、これはこれで間違ってないと思うんですけどね、うん、中国ウイルスは間違ってないと思うんですけど、うん、まあでももしかしたらトランプ大統領もね、なんかこう新聞記者とかテレビのリポーターとかね、メディアの人間が周りにいる時だけつけてるとかだったらね、うん、まあやっぱポーズだったんだな、まあまあでもこの人はもうこの人で清々しいぐらい自分本位なね、行動発言ですからね、うん、だってこの間までね、もう覚えてると思いますけど、マスクなんか必要ねえって断言してましたからね。何があったのかな、さすがに400万人超えたらやべえなって気づいたのかな、うん、だって最初左派がねマスクつけないのはトランプ支持者だとして、でこうトランプ大統領がマスクをするのが愛国者だというね、まあうまくことが運んでるってはそうなのかもしれないですかね。残念ながらもはや時間の問題なんで、爆発的ではない程度のまあいいペースで感染者が増えていくっていうのがまあ一応ベターな、あー、そういうところを目指してるんじゃないのかな。うん、でもなんだろう、いろんな意味でですけど、世界一マスクが似合わないリーダーっちゃそうですよね、いろんな意味でですよ。まあそれでもね、マスク不要を叫ばれ続けるよりははるかにマシな選択だったとは思いますけどね、うん、なんで最初からやらなかったのかなと。ね、とりあえずまあアメリカの人たちにはね、トランプ大統領もね、かつてはね、最初はああ言ってたけど今はしてるんだから、遅くてもいいからねマスクしようぜっていう話がようやくできますかね、これでね。まあそれでもこう、例えばですよ、わかんないですけど、例えばね、反トランプ派の人たちが反抗してマスクをつけなくなるね、でまあコロナでおかしくなっちゃうじゃないですか。でまあ無事生き延びたトランプ支持者によってトランプ大統領が選挙で圧勝みたいな、そんな計画だとしたらね、いやートランプ大統領ちょっとずる賢いのかな。うん、まあ中国が隠蔽しようとした武漢ウイルス、中国ウイルスですからね。うん、まあでもこれが正しいこと以外の全てをやり尽くした後で正しいことをするアメリカっていう、そういうアメリカ流ってやつですかね。
まあでもトランプ大統領が遅すぎるのはまあ確かですけどもね。でも一方中国ウイルスなのも確かだと思うんで、うん、問題はなんかすり替えてるなんか共産主義者っぽい人のこうねコメントがねちょいちょいこうねじ込まれてるのがね、ああなるほどなって感じですけどね。うん、でもねこのマスクつけるのに半年間もね吸ったもんだでね300万400万感染ね、犠牲になった方がもう14万15万ですよね。うん、どうかなーってとこですよね。なんとかこれから頑張ってほしいです。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。